こんにちは、アルムのマホです。リナです。はい、皆さん、今日がラストの動画です。ラスト早いわ。2022年ね、やめませんよ。そうそう、やめないです。やめへんよ。みんなどんな感じ？どんな感じ？どうお過ごし？年末、特に予定はないな。ない。まったり過ごそう。まったり過ごそう。ちょっと年末っぽいかな。本当は蕎麦とかね、食べようかなと思ったら、私蕎麦苦手なんですよ。私もそんなになんで。なので、うどんと生牡蠣がちょっと大根ステーキとかやっちゃったりして作ってくれました。ネギトロとかをね、ちょっと食べながら2022年をちょっと振り返っていきたいと思います。はい、それでは手を合わせてください。いただきます。いただきます。今年最後じゃん。そうやな、もう年末どうやって会えたらかなみたいな。乾杯。乾杯。水がいっちゃいます。うまい。うまい。ちょっとさっき食べるわ。ごめんな、みんな。ちょっと待ってください。毎度毎度ごめん。はい。うまうどん。超簡単うどんやのにめっちゃ美味しい。最高やね。最高やね。美味しいか分からない。うわ、冷えてるわ。まあ、大根やな、まだ。うまい、これ。大根ステーキ。苦っ。おいしいか。おいしい。愛がこもってんだ。変わってんだ。今年どうでした？今年は、去年とはやっぱ違う企画とか、挑戦じゃないけど、いろいろ試した一年やったなとは思う。確かに、リアクション動画って今年からやった？そうちゃうかな。リアクション動画が一番大きかったかなと思いますね。BE:FIRST がきっかけやな、やっぱり。そうね、一番最初 BE:FIRST やったもん。BE:FIRST はマジで衝撃的やった。いや、衝撃的すぎたなあ。初めて見た動画何やったっけ。初めてのバイグッドバイ。バイグッドバイちゃうかな。全体的なダンスのスキルとレベルと歌声と、いや、マジで最近デビューしたばっかりみたいな。やったな。衝撃やったな。マジで衝撃的やった。で、まあ、そっからいろんな人が BE:FIRST のファンの方とかが教えてくれて、Be try again いいよってな。シャイニングワン、シャイニングワンって何やったっけ。ビーダーバーン、ビーダーバーンって、あ、ビトライアルゲームも何やったっけ。もう少しさ頑張って、こんなもんね、もう踊ったな。ビトライアルゲームと、バイグッドバイを踊りましたね。バイグッドバイのね、動画結構しっかり撮ってもらったんで、まだ見てない人また見てください。はい、年内に。年内絶対にね。よかったらチャンネル登録お願いします。1年で一番対策じゃない、ダンスで言うと。ダンスで言うとちゃんとしっかり撮ってもらった。はい、あと何や、リアクション関連で言ったら XG ってこと。そう、やりたかったん。何、この君ごらんのキピゴネカピトゥーズをどっちがうまく言えるかチャレンジ。キピトゥーズの何そのチャレンジ。このみんな聞いてる、こっからない。結構長ない。長いな。うん、耳コピでいいね。耳コピで、なんとなくで。じゃあまずこのフレーズから。いいよ。いきます。はい、ガナキピゴナキピヨナタビテウズ。いきます。ガナキピヨナ、違う、いくです。ガナキピゴナピキヨナタビテウズ。ピキってたの今。すごいね。What's the way we move, the way we walk, the way we grow? 言ってた。言えません。What's the way we move? 無理や。やめよう。XG もやったし、あとはビッグバンカムバしたよ。した。もう私たちの好きなね、ビッグバンがカムバしましたよ。カムバして、まあね、ゆりのちゃんも泣いて見てましたけど。あったあった。ブラックピンク。あ、そうや、そうや。そう。私たちなんと、ライブに、当たりました。最高やな。最高。マジで念願やね。マジ6月に京セラであるんですけど、はい、1公演当たりました。抽選結果
のメールが来た時の様子がこちらです。いい？うん、気持ちいい。の。ピンク、え大阪ドーム2枚、日曜日来た来た来た、日曜や、いけるよ、いけるやばい、マジで嬉しいよな、マジで嬉しい、てか嬉しすぎて、画面よりもリノちゃん欲しいと思って初めてやね、初めてブラックピンク、ブラックピンクやんな、初めて初めて、マホも初めて、ビッグバンとイーガルズしか行ったことなくて、あ、そうなの、ビッグバンと東方神起、あ、行ったわ、めっちゃ嘘ついた、めっちゃ嘘ついたね、ホリプレイも行った、めっちゃ嘘ついてる、めっちゃ嘘つきました、エーデーションとかだって行ってんじゃん、行ったな、めっちゃ嘘ついてるわ、めっちゃ嘘つきやな、みんなそんな嘘ついてんのめっちゃ嘘つき、そんなめっちゃ被害与えてないと思うんやけど、ハンバーガー、いや、今のまだ続いてた、考えられない、まあなんせブラックピンクは初めて楽しみすぎる、マジで楽しみ、痩せよう、痩せよう、ペンライト買いに行かなか、行こう行こう、うん、あのぜひね、京セラドーム6月4日に私たち行ってますので、もし視聴者さん、うん、視聴者さんの中で6月4日ライブ行くよって人いたら、見かけたら写真撮りましょう、握手しましょうね、私たちが写真撮りたいんです、そうです、あのそういうなんか、うん、私たち今日さらえてるんで、あの声かけてください、写真撮りましょうとかじゃなくて、私たちが写真撮りたい、撮りたい、いつも見てくださってる方と写真が撮りたい、うん、私たちが、うん、私たちの携帯で、なのであげません、あげませんよ、うん、送りませんけど、こちら側の自己満なん、自己満なんで、あの声かけてくださいね、まあ、今年1年まるまる彼氏はできてないあれあれあれで、去年もしかして言ってたかもしれないな、抱負で彼氏はどう、もしかしたら言ってるかもしれない、何があかんの、なあ、なあ何があかんの、やばいそれがあかんねん、これがあかんねん365日っていう月日があったんやけどな、やめやんそんなえぐるような言い方、365日があったりというな、勝てるよまあ1日っていうのはな、短いものでまあまあ24時間しかないですからね、うんうん、それが365回あるだけなんですよ、うんうん、でもすごい充実した、自分的には今年、うんうんうん、めっちゃ充実したかも、ほんまに充実した、どんな感じだった、でも旅行結構行った気がする、うん、りのちゃんと京都、東京、うんあ、ユニバ行ったな、あ、ユニバ行った、ユニバ行った、うん、まあでも結構な、去年よりじゃあ2人でお出かけできたから、お出かけして仲が深まったんじゃないかなって思った、うん、仲悪かったみたいなそんなことない、そんなことないけど、知るのはうん、なんでなんで、あ、ティショップ、あとはあれちゃん、うん、今年、うん、コラボ動画を事務所の方たちと一緒にさせてもらったら、うん、嬉しかった、普通になんか楽しかったし、うん、こう新しいつながりをくれたのがすごい嬉しかったです、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、サラさん、そばちゃん、ノアちゃん、ラナちゃん、ありがとうございました、ありがとうございます、来年も何卒よろしくお願いします、お願いします、届け届け、来年の抱負をじゃあ一人ずつ言って動画をちょっと終わりましょう、うん、ここまで見てくれたあなた絶対来年いい年になるから、抱負ね、抱負でいくか、うん、来年は個人的には容姿をね磨いていきたいなって、うんうん、毎年言ってる気すんねんけど、なんか変われてるんかな、変わってるよ、変わってるかな、だいぶ変わってる、変わった、じゃあ初期のりのちゃんをどうぞどうぞ、何出てんねやろ、分からん、りのです、いやなんかちょっとさ、やっぱいろんな YouTuber さんとか見ててもやっぱみんな美しい、美しい、うん、自分もそのような方たちに少しでも追いつけるようにちょっと容姿を磨いていこうかなって思いますね、素晴らしい、頑張ってください、はい、私は来年個人的な目標はアウトドア、うん、ちょっとインドアなんでちょっとアウトドアチックな遊びとかをねちょっとやっていきたいですね、はいはいはい、ああいいね、来年は、うん、なんかアスレチックとかもなんかまあ行きそうやったら、ね、うん、行ってもいいかなって思う、ね、いいかな、うん、2人の目標を言ってきますか、うん、はい、2023年には必ずチャンネル登録者数1万人は目指したいと思います、はい、もう本当にねこれ今年も言ってたんですけど、言ってました、もう
来年こそは必ず1万人目指して頑張りたいと思います、はい、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。メンションとかもさしてくれたらやっぱ嬉しい、嬉しい。メンションめっちゃ嬉しい、うん、メンションしてくれたいろはちゃん、のぞみちゃん、うん、ありがとうございます。動画とかもめちゃくちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しかった、あれめっちゃ感動した、うん、まあ、いつもコメントくださってる方も本当にありがとうございます、うん、本当に励みになっております。ハゲハゲそれ違うな、ごめんなさい間違えた、励みになってます。励みです励みです、励みです。来年も応援よろしくお願いします。それでは2022年ラストのアルバでした。2023年でお会いしましょう。バイバーイ、良いお年を、メリークリスマスクリスマスの動画出してないからやったメリークリスマスと良いお年を、ダブルコンボ、うん、またね、また来年、バイバイ、バイバイ。マジ風邪ひくなよ、みんな、みんな気をつけてよ、気をつけろよ、年末年始思いっきり楽しめイエーイイエーイ。